伊勢、物語、絵巻東京国立博物館住吉女系漢文10年6月2日は、江戸時代前期の山和への絵師。江戸幕府の御用絵師を務めた住吉派の祖。先週、堺出身。陽名は千夜社丸、長十郎。名は、広道、広道、あるいは忠都通称は内記旧姓は土佐。土佐三つのことも門弟とも言われるが、 校舎の方が可能性が高い。三つ吉継で、土佐三則に学び、土佐光賃と称した。三つが上落するのに先んじて、高賃は京都に出ていて、内気と解消。寛永2年、南海防天海の水居で、東照宮縁技絵巻を制作するため、名目上、三つの弟分として、関東に下る。女系は、日光、和歌山、岡山。 川越北員の各東照宮に奉納された都合四点の東照宮演技絵巻を制作しており、こうした画事を通じて幕府との関係が深まり、後の御用絵師登用につながったとみられる。しかし、このごろはまだ主として京都で活躍したらしく、女王三年からの大理造営に伴う障壁画制作では、かの単優らかりの葉の絵師たち、とさみつおき、 海北遊行きらと共に参加している。漢文元年、妙法院門跡、行前法神皇のもとで提発、女系と合し、北京さらに方言に除せられる。翌年、五歳天皇の勅命により、苗字を住吉と改め、住吉家を建てることになった。これは、摂州住吉へどころが、鎌倉時代中期の住吉家音一代で耐えたのを、かねてより、 ご水のお天皇が遺憾としており、この世を受けた、五歳天皇が女系をその人に当てたことによる。このため女系は、住吉や中高の祖と呼ばれる。同年、年中行事へ巻き模も社。去年72。墓は、京都、ロザンデラと東京、五国院。戒名は、方言女系好き、幸広志通り古事。長男の住吉具家が後を継ぎ、他の息子に画像となった。 鶴島れがいる。画風は、土佐風の細密画法に、鎌倉時代の絵師、高階高金に学んだと見られる構築的な画面構成や濃密な色彩を加味し、独自の画風を切り開いた。一方、漢画に学んだ後が認められる作品も存在し、また、喫花社生図鑑のように、客観的な観察と、写実的描写への意欲を示す作品もある。ありがとうございます。